では、えー、恒例となっております金曜日お昼にお届けしております営業女子あるある四回目四回目ですかね四四回目第四回,4回はいはいお届けしていきたいと思いますよろしくお願いしますお願いしますじゃあいつものあの素敵な自己紹介を <laughs> <laughs> お願いしますはいゆ、えー、とりの ゆとりによるゆとりのための営業フリーランス金沢萌えです、えー。今週はメバチコが治りまして平常にお届けしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。<laughs> のメバチコ、そうだったよ。<laughs> 治ったね。治りました。いやー、よかった。いやー、本当に前回聞いてない方のためにお届けしますが、メバチコはものもないですので。<laughs> メバチコね。いや、変に覚えたわ。メバチコ。<laughs> <laughs> じゃあ、前回に続いて、前回はノルマ話をしていたら、気づけば最終的に上司じゃねえか問題に発生してですね、上司のちょっと愚痴をお話しさせてもらったので、今回もちょっとそこに引き続き、上司について、平成の営業女子はどう思ってるのかをですね、教えていただこうかなと思います。はいじゃあ、皆さん、今日のテーマをお願いします。 えー、ダン上司の教え方に疑問疑問 <laughs> 不満じゃなく疑, <laughs> 疑問があるとはいその疑問を教えてください <laughs> はいえっとですね本当につい最近というかあの最新の話なんですけど<う>あの友人とですね ご飯を食べに行きまして女の子なんですけど同い年の女の子が、うん、あの今は違うんですけどその前働いてた前職の会社の上司が、うん、あの本当にコミュニケーション問題でだめだったから辞めちゃったっていう、うん、仕事内容は問題なかったけどその上司が嫌で辞めたっていうパターンだったんですね。ははははいはいはい、はい で、その上司がどういう人だったかっていうと、うん、あの考えさせるっていうことの意味を知られてるんじゃないかっていう彼女の, <laughs> あの主張だったうです。考えさせないといけない、考えさせようみたいな意気込みは感じられるけれども、はい、ただただ、格、うん、論で指示できないだけのよくわからない上司。<laughs> って言ったっていう主張でしたね、彼女は。<laughs> なるほどな。え、それ。どう、どう言われるとそう思うの?。<laughs> なんかその、仕事を。そもそも、うん、あの、指示してない、仕事に対して。はい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 。後から。そういえば、あれやった問題とか。<laughs> なるほどね。っていう。で、その、まあ、パッとなるわけですよね、その子も。うんうん,うん。 でその子もえ,えらいなと思ったのはいやあの<あ>指示されてなかったんでやりませんでしたみたいなふてこいことを言ったわけではなくすいません気がつかなくてという話でちゃんとしたそうなんです,すいませんと。って言ったそうなんですけど、うん、それは、うん、受け取ってもらえず <laughs> いやなんでなんでしなかったのみたいなことを一方的にあの、うん、ワイワイワイを詰められて終業前に私、えっと。 はい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 もう短くしようぐらいのタイミングの時に急に詰められだしたっていう事件とか <laughs> それ終わるよね <laughs> なんで修業後で言う ?5 ならさ <laughs> もうなんか諦めるじゃんあそう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 マジか多いよね <laughs> とかあともう一つ <laughs> ああわかると思ったのはあのこれ勘違,い、うん、勘違いあるあるなんですけどうんうんうん ポそっと独り言のように、うん、何々に対して施策を練らないといけないよなとかこの問題どうにかしないといけないよなみたいなつぶやきを垂れ流して <laughs> なるほど <laughs> 明らかに自分に言われてると思ったその子はよくわからないまま「あちょっと考えてみます」っていう <laughs> 言わされるという <laughs>。 俺その,、うん、その子に会いたいわ。<laughs> めっちゃいい子やなで考えた結果じゃこういうふうにしますっていうふうに報告したら、うん、それが合ってるか間違ってるかのジャッジももらえず、うん、そこに対してのその上司の見解みたいなのももらえずただただ、うん、あの言った通りにやることになってただただ仕事が増えただけだったっていう。うん 絶望感を話してましたね彼女はどんなに何が正解やったんっていう <laughs> <laughs> えそのかもその会社辞めたんだよね <laughs> 辞めてました辞めてますよかったいいいい。いやもうそうして <laughs> そうしてほしい仕事内容は一切あの問題なくその上司以外の人たちとも人間関係は良好だったらしいんですけど、うん、上司がダメで<ー>や辞めたそういうことがもう積み重なっちゃって、うん <laughs> すからもったいないよね。うん、会社にとっては損失でしかないもんね。うんうん、損失ですよね。ねえいやそんな優秀な子いないよ。<laughs> いや本当に。その子の会社はそんな大きくない会社そんな大きくない会社です。ああなるほど。中小企業のデメリットがさ、うん、結構その求人サイトとか見ててもその距離が近いとか、まあ、当たり前だよね、うん、ちっちゃいから物理的な距離が近いんだけど、うん、逃げ場がないんだよね社内 いいいや思思まます思います大手とかだったらなんか部署移動してくれるとかさ「この上司ちょっと」みたいな感じで人事に言ってもさ中小企業だと結局人事に相談したらで上司帰ってもらっても斜め前に上司いるしみたいなことが起こっちゃうからさ <laughs> 帰ってもらった感満載なんですよねもう。<laughs> <あー> <laughs> あいつあ、そういうことねってなっちゃうもんね。いや、そうそうなんです、そうなんです。それはありますた。ね、本当ありました。私も入社した時は、ちょうどこう、うん、会社が縮小したタイミングで、また新たに人を取り出そうとしたタイミングに入ったので、<laughs> はいもう出来上がってるぬくぬくしたコミュニティの中に入っていくっていう辛さは。ああ、確かにね。で、<laughs> その子は中東その子中東です。中東か。うん 中途っってやっぱさ難しいよね、うん、難しいですね。言ってくれたらできてるコミュニティに入ってでその空気に自分から入っていって慣れてみたいなことができないとそもそもあの試されてるじゃないですか育てよう教えてあげようというスタンスよりかはどんだけできるのはい、はい っていう確かにね。確かに。確かに。<laughs> <laughs> 確かにな。そここは確かに中途の難しさはあるよね。診察 <laughs> <ん>じゃないから教えんのみたいな話とかをんなんかお互いに思ってたりもするしね。<laughs> そうですね。けどそのお互いのラインが結構ばらつきがあってさ。<laughs> <ん> その会社の前提とその仕事の進め方との狭間とかもあるじゃん。うん、会社の前提とかになっちゃってるとなんかもう教えるとかじゃなくてそれ、今更聞くみたいな雰囲気を出してくる人とかもいるしさ。<laughs> いやいや、最初だっけあのホチキス止めのさ、向きのかなな <laughs> いやいやいや、<laughs> おたクがホチキスを縦に止めるか横に止めるかなんて。<laughs> けどなんかその仕事を依頼する側はね、なんかそういうふうに思っちゃったりもするしね。うん、そうなんですよね。いや、難しいわ。いね、採用したいと採用したいと思ってる側、うんうん、まあ、うんうん、決済者ですよね、その会社の。うんうん、その決済者と現場の人間とのすり合わせはもっと密にするべきですよね。どういういポジションの うね、どういうキャリアのやつをどういう期待をして取ったからこういうふうに会社に貢献してほしいんだっていうビジョンはもっと語っておいてくれないと部長と人事が相談して人取りましたみたいなことがあって、うんうん、部長なんかどうせ面倒見ないからさ。とはいえ <laughs> そ,そうそうそう,う頑張れこれからよろしくなみたいな。<laughs> やることとさ、ランチで一緒にお昼を食べることと、<laughs> 歓迎会で一緒に飲みに行って、なんか会社のビジョンとかさ、<laughs> この部署の良さみたいなことアピールしておるじゃん。<laughs> うんうんあとう一番戸ばっちり,受り受けるのがさ、いやいや、そういう人じゃなくてと思いながらも、<laughs> 受け入れてしまった課長さんとかさ、チ <laughs> ームのディーダーとかがさ、この人ですか <laughs> みたいな感じになっちゃうじゃん。ははははいはいはい、はい でなんか教えといてみたいな感じで言われても「ええみたいな感じになっちゃうよね。<laughs> あどうもって感じになりますよねうしかもなんか面接とかもさその、うん、課長とか別に経由しないで人事とやって部長とやって社長とやって OK みたいなケースがあってはい、はい、一緒に働く人と会いたいみたいなことがさその、うん、転職者側から言ったとしても、うん、結局話すのが現場の本当に同レベルの社員さんとかだったりするから本当に面倒見で上司とかと話せないケース 多いんだよ、ね、んほんとそうですねそれはミスマッチ起こるよ、ね、うんその子どうなんだろう面接でそのさ担当してた上司に会ってたのかな担当してた上司には会ってたみたいですけどまあやっぱり実際仕事するってなった時のそうだよねコミュニケーションの<ー>面接なんかお互い猫かぶってるから爆のかなんか剥がれないもんね <laughs> <laughs> お互いがなんか褒め合って終わるだけだもんねうんなんとなく気持ちよくなってそうそうそう,そう気分が上がったか下がったかで内定が出るか出ないかが決まるっていうよ <laughs> くないよね <laughs> なるほどねじゃあゆとりのフリーランス的にはそういう人はどうするのが一番良いんでしょうかね先輩そうですね 指示、まあ、したつもりになってたりとかその考えさせる、うん、とにかく考えさせる考えさせっぱなしっていうところが、うん、あの善だと思っている本当に、うん、あのシンプルにそこを信じきってる人なのであのこっちにできることは指示された任されている仕事をきっちりやって、うん、ほうれん草をこまめにしておくっていうことですかね。 いやそうなんだよねいや結局そうなんだよあのこれを聞いてね今当たり前じゃんって思った人はたくさんいると思うんだよけどそこだだけなんだよ、結局。めちゃくちゃ細かすぎるぐらい、まあ、そういう人だからこそ細かすぎるぐらい自分からほうれんそしておけば、うん、あなんか自分で考えてる気がするとかあなんか自主的になってきたなみたいな感じで勝手に勘違いしてくれるので。<laughs> これも、ね、あの自分を守るための自己アピールのうちです。いや、そうだね。うんはい、主体性とかね、自主性とか、積極性っていう、そのあってないような。<laughs> これね、最終的に全部コミュニケーション能力だから。いやそうなんですよ。<laughs> そう、<当>言ってくれた通りで、ね。<う>このほうれん草がたくさん、ちゃんとできるかとか。<笑>,笑顔で話せるかとか。可愛 <laughs> がられてるかで。 可愛がられてたら、全員の積極性もあって、自主性もあって、主体性もあって、仕事ができるやつなんだよね。そういう上司に当たっちゃう,と、うん、う。本当にそうなんですよね。そういう認識なんですよね。もう。うん。うん、そうなんだよ。だから、ちゃんと話をするっていう、今言ってくれたのが、間違いなく。解決策。よかった。<laughs> いや、本当に。本当に、悩んでる人は、<laughs> まずはほうれん草をしっかりやるっていうところから始めてもらって。けど、今回転職をされた子。うん みたいに、上司はやっぱ変えられないというか、ポイントはその上司をなんとか変えようとするっていうのは、どうやってもやっぱ無理なので、そこはちょっと諦めていただいてですね、まずは自分にできること、ほうれん草をするとか、笑顔で話すとか、挨拶するとか、本当にコミュニケーションで自分ができることをしっかりやって、それでも上司がちゃんと指示をくれないとか、おかしいことを言ってくるとかであれば、もうやめるか。 その上司に離れる方法を考えるしかなくなっちゃうのでうそうですねそこまで来たらもう来たらそう,ら、ね、うんなんかその上司のために自分の人生を棒に振らないでほしいなと思う今日この頃でございましたはいこんな感じですかねそうですねはいじゃあ今日は上司についていや本当教え方って話だったけど教えてもいないんだよね <laughs> <laughs> 教えてもいないんですよね <laughs> そう教えてもいないなけど上司は教えてると思ってるこのねもどかしさ。かゆいところに手,に手が届くようなあのテーマをありがとうございました。<laughs> よかったです。友達に感謝ですね。<laughs> そうだね。ということで、えー、営業女子あるある、えー、本日もお届けさせていただきました。花田さんのメルマガが、えー、と概要欄に書いてありますので、LINE アウトに変わるのかな あ,あどうしましょうね。変えましょうか。変えましょうかね。<え>まあ、メルマガか LINE アット。た、ね、だね、登録できますので、ぜひご覧いただいて、えー、登録してもらえればなと思います。んさんが個別に質問に答えてくれる。出ないけどね。<laughs> そこには出ないけどね。<え> <laughs> 確かに。しみたいなポーズしてますけど。<laughs> <laughs> <laughs> えー、登録してもらえればなと思います、はい、私の方も引き続き、はい、LINE 等々でご質問ご相談いただければお答えしていきたいと思いますのでよろしくお願いしますということで営業女子あるあるお届けさせていただきました以上お疲れ様でしたお疲れ様です はい。えー、本日もお届けさせていただきました。衛生営業手アラルでございました。えー、ご共感いただけたら嬉しい限りです。えー、ご共感いただけた方はですね、ぜひ LINE アットの登録と、えー、チャンネル登録していただきたいなと思っております。また本日話し一緒にさせていただいた金沢さんも LINE アットやってますので、えー、概要欄からご登録できますので、ぜひ登録していただきたいと思っております。本日は以上です。